松村邦洋のためにならないチャンネル、どうもよろしくお願いします。今日のゲストはもう憧れの方ですね。私も大ちゃんフィーバーでもう盛り上がりましたですね。もう荒木大輔さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。嬉しいですね。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。うわー、お願いします。大ちゃんフィーバーもう1980年ですからね。ね、もうすごいよね。ですよね。今年還暦迎えたんで。還暦ですか。だってやっぱり大輔さんが活躍した80年はお子さん生まれたらみんな大輔だったんですよ ね。だから本当松坂が大輔、はい、彼が注目されるようになって、はい、その話が初めて舞い込んできたんです、はい、自分の、そういう子供がその時に生まれた子供が今こう甲子園で、はいはい、活躍されるんですよみたいな、高校球児は本当車編の大輔が多かったですもんね。こんなに大輔がいますよっていうニュースやってましたもん。で甲子園でね、はい、今年は何人の大輔くんが来るかなみたいな、 それでちょっと仕事ももらって、それで甲子園行かせてもらったりとか、はいはい、まあ、いい時代でしたね。僕にとってもいい時代。あ、80年はそうだけど81年82年も結構伸びたでしょうね。みんな大輔また伝えたいなっていう。どうなんだろうね。で僕は原辰徳世代なんで、はい、原さんの大ファンなんだけど、はい、もうそこに辰徳ってつけるかなって言ったら、はい、僕はなかなかつけられないんで、はい、嬉しいんですけど、はい、なんかその感情はちょっと僕には分からなかった。昔はなんか介入の会で大輔が元木ね、そう、元木大輔さんの介入の会の大輔ばっかりとか、ああいうなんかちょっとこう俳優さんのそっちが多かったなと思ったんですけど、やっぱりね、なんか車編がかっこいいなと思ったのは80年からですね。そう、野球好きじゃない子まで見てましたね。もう地元の女の子がみんな大ちゃん大ちゃんっつって、まだ高一だったからちょっとこうういういしい、なんかこう、ね、坊主頭ですね。坊主頭でね。夏はどうだったんですか。1年生で早稲田実業で出られて、夏の時ってエース格の人がいて、はい、羽賀さん、羽賀さん、はい、その人の怪我で要は試合で投げる、投げさせてもらえるようになって、もう嬉しくて、はい、お世話になってる先輩なんだけど、はい、もうその人の怪我なんていうことはもう頭からもちろん消えて、はい、もう本当に早稲田のユニフォームを着てマウンドに立てるってことが嬉しくて、はい、もうだからなんだろう、緊張とか怖さとかもうそういうのがなく、はい、もう本当に先輩キャッチャーが出された際に、まあ、ストレートかカーブしかないんで、はいはい、出されたままをこうどんどん投げて投げて、で知らない間にどんどん勝ち上がっていっちゃったんで、なんか最初に甲子園出た時もなんかなんて言うんだろうな、信じられないというか、なんで俺はここにいるのみたいな、あ、憧れの場所なの、はいはいはい、そんな状態だったんですね。へえ、本当にあの時はその力以上のものがこうなんかこうゲームを作っていったというか、はいはい、なんか野球の甲子園の、はい、野球の神様がこう導いていったような、はい、こうお前はこうやれこうやれみたいな感じで、はい、それが自然とこうね勝ち上がっていっちゃって、もうなんか自然になんかちょっとこう野球の神様がシナリオを作ってくれたような、多分なんかそんな感じがね、高校野球ってもうそんな感じが多いので、はい、まあその時は当然思ってないけど後に思うと何かうまいことばっかうまくことが運んでたんで、そうやってこう導かれていったのかななんて、まあそれこそね高校野球でも伝統伝統っていうけど、はい、ああいう伝統がそうやって勘違いしてくれて、うん、相手が勘違いしてくれてうまくこう自分たちはそんなに力がないのに相手が変に力んでくる、はいはいはい、それが壮絶の手段なんで、はあもう世界大会も優勝されたんですか大輔さん。そう、すごいですね。それもなんかうまく言葉運んじゃったな。最後も本当ギリギリのところでノーアウト満塁かな、なんかツーアウト満塁かなんかでヒットになりそうだったのをギリギリのところでアウトにして、そういうプレーが出たりとか、それで結局勝たせてもらって、はい、当時はね、台湾代表がもうめちゃくちゃ強くて、で僕らも当然台湾に負けて、はいはい、いやダメだったって言ってグアムで帰ったんです、グアムから帰ったんですよ、はい、じゃ帰って羽田に着いたら台湾がなんと、はい、僕らが勝った韓国に負けちゃったんです、はい、それでちょっと組み合わせがね、ちょっとそれで4勝1敗同士になったのかな、はいはい、なんかじゃあまた帰るぞって、はい、決定戦があるから、はい、帰って次の日一泊してまたグアム行ったんです、はい、それで台湾と試合です。絶対的に強い台湾が僕らより格下だった韓国に負けてしまったっていうのがあって、じゃあもうそれで超フリトルが世界制覇、そう、それで台湾に勝っちゃってそのままアメリカに行かせてもらった。はあ、超フリトルは後々ですけど関川さんも、そう阪神ね、関川浩一阪神の、うん、
阪神戦で、はい、僕が打席立った時に、はい、